これは12月の上旬、夜の8時から9時ごろに、長野県のとある都市のイルミネーションの様子を撮影したものなんですね。カップルでここを訪れて、デジタルカメラで何枚か撮ったうちの1枚にこのようなものが映っていました。と矢印の部分を見てください。顔の半分だけを出した男の霊体が撮影者を見ているんですね。このように遠くからのカメラ目線の霊体にはとても悪意があることが多いです。霊能者のようなのは、この霊体からは色状の霊、色状の霊と言いますが、その色状の霊のようなものがとても出ているそうで、二人の間に亀裂が入る恐れがあるので、注意した方がいいとのことでした。こういう場所に悪霊は待ち伏せしているんですね。以前、紀子様の手が不自然に映っているというものを紹介したんですけれども、今回は雅子様のものなんですね。雅子様はとても手に関する写真が多いんですけれども、なぜでしょうか。これをよく見ると明らかに指が多く映っているんです。これは別の手が現れていて、雅子様の手の上にいるように見えるんですね。こういう写真はプロのカメラマンが撮影していますので、わざと心霊写真になるように加工などすることはできないんです。はい、これは外出する様子の雅子様を撮影したものなんですね。右の肩にショルダーバッグを抱えているんですけれども、よく見ると右腕の一つはバッグを掴んでいるんですが、もう一つまっすぐに伸びている腕が出ているんですね。後ろの男性の手にしては距離がありますし、とても違和感を感じる写真になっています。この写真はアンドレさんを友人が撮影したものなんですね。この写真を撮ったとき、アンドレさんは友人のケニーさんと二人だけで自分の部屋にいたそうなんです。写真の奥のクローゼットを見てください。白くてもやもやとしたものが出てきているんですね。よく見るとそれは死神のような形をしているんです。手には死神特有の鎌を手にしているのがわかりますね。写真全体もとても不気味ですし、この部屋には死神が家の中を漂っているようなんです。この写真はクリスマスに自分の祖母、おばあちゃんを撮影した写真なんですね。とても綺麗に飾り付けられたクリスマスツリーがあります。
そしてその横にあるテレビ画面には人の横顔が現れていたんです。よく見ると小さな黒い帽子をかぶった年配の女性の横顔のようなんです。それは襟の部分が1920年代初頭の服装をしているような人物なんですね。まるでヴィクトリア朝時代のお葬式に参加した人物のようで、とても怖い一枚です。これは海外で発生した少女の殺害現場の様子を映したものなんですね。いろんなものがお供えしてあるのがわかります。そして写真の上部には緑色の鮮明な光が出てきているというものなんですね。これは少女の霊体なのか、それとも近くのお墓から出てきた霊体なのかはわかりませんが、怪奇現象が現れています。これは地中海に浮かぶマルタ共和国のとあるパブで撮影をされた写真なんです。中央からやや右の方にこちらを見ている女性の幽霊が現れているんですね。あまりにも鮮明に写っているので人がいるんじゃないかと錯覚してしまうんですけれども、実はここはオリバー・リード監督が亡くなった場所、そのパブなんです。映画監督のオリバー・リード監督はロケ先のマルタ島の港町バレッタの酒場でラム酒を3本空にして、そしてここで心臓発作でこのように去っているんです。彼はですね、お酒を飲んだ後にここの客と腕相撲をして、そしてそれが原因で心臓発作を引き起こしました。これは死の直前のオリバー・リード監督です。この先ほどの心霊写真の女性が写っているもの、これはその当日のものだと言われているんですね。この少女はオリバー・リード監督の死と何か関係があるのでしょうか。